はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルフィッシュです。なんか最近ね、ワンダリングルフィッシュってなかなかね、特にその日初めての収録の時って、まあ舌が回ってないのがなかなかちゃんと言えなくなってきましたね。まあ37歳。もうアラフォーど真ん中。頑張っていきたいと思います。というわけで今回はですね、三国志14続きやっていきたいと思います。で、前回ですね、まあ苦労して、ようやく洛陽、そしてついでに函谷関まで抑えたと、おいうことになってますので、今回はですね、長安を、まずはね、目指していこうと思っています。長安。で、その前にある道関を抜けて長官、長安ということになりますので、まずはね、道関の攻略を行っていきたいと思います。では、早速、時間を進めていきましょう。まずは、しっかり洛陽と函谷関に入っている兵力をまとめて、一気にね、敵を殲滅していきたいと思いますので、函谷関の方に人を集めていきましょう。函谷関に4万、洛陽に2万と。合計6万の軍勢が入っているので、まあ、この6万の軍勢をね、うまく使っていければいいかなと思っています。交通隊をまずは函谷関に入場させちゃいましょう。心得た。で、ちなみに、官職持ってんのかっていうのを確認しようかな。持ってなければ、ちょっとね、任命していこうかなというふうには思うんですが、まあ一通りみんな持ってる状態だな。OK だ。であれば、洛陽から軍を出しましょう。曹操1万4000。いやー、この辺りがいると安心感がすごいな。一応このメンバーで、軍勢は、一旦これくらいの数を率いて函谷関に入城しちゃいましょう。で、函谷関の中で、軍を再編の上、一気に道関長安と目指していくのがいいかな。なんといってもね、函谷関に4万、で、洛陽に今1万8000から、プラス3人なので、2万1000の軍を出したので、これで、函谷関には6万5000ぐらいの兵が入る形になりますね。で、決済でイベントが見れる。ちょっとじゃあこのイベントを見ていきましょう。見れるイベントは？どれが見れる？見れそうなのはないかな。いけるよっていうのが一番上に出てくると思うんだけど。出てきてない。単純に終わった感じだね。ちょっと待ってね。本当にそう。もう一度目指してください。条件達成度で言うと。ああ、曹操がイベントに参加可能であるっていう状態になってないんだな。そしたら、一体出陣取り消しにしましょう。曹操。これで多分、イベントが見れるはず。見れますね。巨匠への戦闘。これ見ましょう。せっかくなので。よし、巨匠への戦闘イベント見れましたね。ちょっとこれ自動送りにしてるんですけど、早いかなって感じがしましたね、今。ちょっと見た感じだと。なので、ちょっと設定で、後でもう少しのんびり見れるようにはしておこうかな。では、改めて曹操を函谷関へと入れましょう。この曹操の命に従え。ここまでね、苦戦苦戦でしたけど、ようやく余裕を持って進められるかなという感じになってきたので、またここから僕のね、くだらない世間話というか話が炸裂することが多くなるかなと思うんですけど、まあ、そこはね、ちょっとご容赦いただきたいと思います。
では時間を進めていきましょう。まず韓国間に兵を集結させます。うまくいった。両府との決戦も近いな。成功だ。長安に敵も集結してるからね。敵はどういう動きをしてるつもり？これ見るとそうか、まあ、深夜でまた稲子か。深夜の稲子多いな。武漢で敵迎え撃つ様相ですかね。今見た感じだと牛歩軍の主力部隊がどうやら武漢に入ろうとしている。味方の方が武漢を落とすにはちょっと兵の数が足りないのかな。巨長が頑張ってるかなって思うね。ただここに敵は呂布を含め合計4万以上の軍勢、5万近い軍勢を送ろうとしてるね。であれば一気に道館をね、攻略せしめる絶好のチャンス到来とも言えるんで、まあ、道館を一気に攻略してここは早ければすぐにでも長安を落としに行きましょう。いや本当にね、コロナウイルス騒ぎで4月の3、4、5、6と今の予定ではバンコクに遊びに行こうとしてるんですけど、そのバンコク行きのね航空券とホテルをまだ取るのをちょっと躊躇しているっていう状態なんですよね。一応バンコクで4月の5日日曜日に行われるディズニーオンアイスのチケットは戻ってしまったので、2人分これはもう絶対に行きたいなというところなんですけど、残りね、その4月の上旬までにこの状況が改善してくれてればもちろん言うことはないんですけど、なんとも言えないなという感じなんですよね。さあではこれで一気に道館を狙いましょう。本当にちょっと心配なんですよね。で航空券とホテルはまだ取っていないので、まあ、最悪ねそのディズニーオンアイスのチケットだけをドブに捨てればまあいいといえばいいんですけど、ディズニーオンアイスのチケットはね確か1人、約5000円ぐらいのチケットを取りました。たやすいことです。できればね行きたいなと思ってるんですけどね。聞いてください。では長安を攻める、その前哨戦として道館の攻撃を開始していきます。韓国間に急ぎ兵糧金、これを輸送させましょう。綺麗に行ってもらおうかな。向かおう。これで韓国間にねお金と兵糧とかたんまり入ります。でその後に道館を力攻めにしている状態なので、道館を、まあ、できるだけね味方の損害少なく一気に長安、ただ長安に4万の軍か。この4万の軍っていうのも決してね緩くはないですもんね。ここは4人の連携、総人を舐めるな。総人の連携で968、これ思ったより早くね決着がつくかなって感じがするな。ご確認ください。でバンコク行きのチケットも最近はね LCC ばっかり取ってるので、まあ、今回も無論 LCC を取るつもりなんですけど、 LCC って基本的にチケットの払い戻しができない、できるのは唯一空港使用料だけしか払い戻しできないので、まあ数千円
2000円とか多分そんなレベルでしか戻ってこないので、できればね、しっかり使えるものは使っていきたい、取ったらちゃんと行きたいっていう感じなんですよね。武漢の方がどうだろう。ちょっと敵に押し込まれてる感じがある。縁でしっかり敵をね、お、いや、やるな、本当に。各家純育に任せておいて正解だったな。呂布が長安で独立したね。呂布が長安で独立したのであれば、呂布を打ち滅ぼしましょう。ちなみにこの自衛が死んだが、道館は誰の持つ場所になったのかだな。長安は少なくとも呂布の配下に今なりましたよね。この道館はちょっと気になるよね。関所情報で、道館は牛歩が持ってるんだな。ということは、この牛歩は、この道館を見捨てざるを得ないよね。で、呂布に従う武将は呂布のみ。呂布のみか。これであれば長安を呂布の墓場とすることができそうだな。またとない好機到来ですね。呂布の配下にね、強力な武将いっぱいいたりすると、まあ手こずるかなと思ったんですけど、これは道館攻略した後即時長安の呂布を打つ、まあその絶好の機会になりそうかな。これで決める。ちょっと待てね。いやー、縁の方が逆に厳しそうだな。戦いを見てると。ただ、呂布が独立してくれたことによって確実に牛歩の戦力が弱まっていると言えるとは思うので、ここは、各家純育に任せて、我々は長安攻略を最優先に行っていきます。ではそうだな、韓国間に呼び寄せで誰か入れましょう。人を一人、誰でもいい。武力がある程度ある方が、まあ、なお良しということで、まあ、コーランでも入れときますか一旦ね。マイルで韓国間からさらに出陣で甲虫、まあこれ3000しか引きられないっていうね、部分はあるんですけど、まあ、一旦、減った兵力の補充という意味も込めて、道館に出撃をさせていきましょう。で、航空券の話は今した通り、LCC で取っちゃうと、もう、原則お金は戻ってきません。行っても行かなくても。っていう話ですよね。で、ホテルに関してはいつも泊まってるところがね、結構最近すごく埋まりが早くて、1ヶ月前とかだとホテルに空きがなかったりすることが多いんですよね。どうか抜けましたね。なので本来だったら早めに取りたいなぁと思ってるんですけど、まあどうか5万しか入んなかったな。また兵を捨てちゃったな。いや、各家すごいわ。各家に任せと正解だったね。っていうのがあって、ホテルを早めに取りたいんですけど、ホテルもお金が戻ってくる少し高めの予約と、お金が戻ってこない一番安い予約と2つあって、まあ、どっちでね予約しようかっていうと、まあ、所詮貧乏人なんで、できるだけお金がかからない方向で行きたいなとなると、どうしてもねお金が戻ってこない、行っても行かなくてもお金が戻ってこない一番安いレーティングの状態でね、行こうとしちゃうんですよね。それがね、結構しんどいんですよね。では、呂布の攻撃に入ります。長安の攻撃です。
この曹操の命に従え。呂布との戦いで気をつけなきゃいけないのが呂布の一騎打ちですね。まあ、その一騎打ち対策として我々は天衣にね、武力の上がる名品を与えているので。あれ、呂布が逃亡していく。マジか。牛歩からもし、まあ、これは捕虜の返還要求と見て間違いないでしょう。まあ、今更だな。もう解放してもいいかな。もう牛歩は今や曹操からすれば格下の相手になりつつあるからね。それよりも今は呂布を生け捕りにして配下に加えたい。報告いたします。じゃあ続いて道館の方に輸送をしていきましょうか。今道館に誰もいない、もしかして。いや、いけるな。道館からコーランで。金も兵糧もない。マジか。金も兵糧もないのか。道館は、道館は大丈夫だよね、信じたいな。いやー、心配になるぞ。韓国間の関所情報も確認して、一気に長安を攻め滅ぼさないと不安しかないな。天衣と呂布の一騎打ちだったら勝機はあるけどね。よし、呂布隊を撃破。これは大きいな。さらに曹操の権威が上がっていくね。呂布を撃破したものの、呂布はそのまま長安に逃げ帰った様子なので、このまま長安に攻め寄せましょう。呂布亡き後の牛歩はね、脆いでしょうというのもありますからね。一気に呂布を倒し、牛歩の領地へと踏み込んでいきます。あとは呂布がどういう戦いしてくるかだな。こちらはできるだけで早く決着をして、かつ呂布を生け捕りにしたいと、ああいう思いなので、連携戦法を発動して一気に壊滅させていきたいな。このままいけば長安の軍の士気が下がって陥落させることができそうですね。呂布は攻めてこそ強いですけど、籠城のイメージあまりないですもんね。まあ、長安にいる3万の軍勢がね、このままだともったいないなっていうことになれば、呂布がガーンと出てきてもいいですけど、呂布が独立してくれたのは大きかったな。これでね、呂布を完全に無力化できたんで。報告いたします。もし呂布がね、牛歩軍に残ってれば、呂布を撃退しても、また呂布が天水とかに戻ったりしたら、
呂布がね、再び再出撃してくるなんてことになるんですけど、もう呂布は呂布であり、呂布以外の何者でもないので、ここで叩いておけば、もう二度と呂布が出てくることはないですからね。まあ、できれば天意とのね、一騎打ちも見たかったですけど。そういえばそろそろ同盟が切れるところがありそうだな、ね、ちょっとそこはしっかり確認しておきたいな。よし、着々と我々の方の攻略が進んでるね。長安の攻略が完了です。これで両夫を生け捕りにできたと思うので、逃がしてなければいいな。よし、呂布を生け捕りにした。怪我してるね。ここは投用してあげましょう。何であれば捕虜だ。再び呂布の心変わりを待ちましょう。聞いてください。はい、というわけでね、今回長安にいる呂布、まあ呂布が独立してくれたのが本当に大きかったかなと思うんですが、ご覧のようにどうでしょう、中央で曹操の力が一気に増していきましたね。このまま牛歩を殲滅して、まあ、袁紹なのか、孫権なのか、覇権争いをする次なる敵諸侯を見極めて、そこに対してね、攻撃をしていこうと思います。とはいえ、まずはね、長安のしっかりとした、内政地盤固めを行い、牛歩を滅ぼしてからということに、なろうかと思います。武漢の方もね、まだ3万の軍入ってるからね、先に武漢を、潰しておくっていうのもありだと思うし、巨長がしっかりね、攻撃頑張ってくれてるんで、うまくすればこの常陽も、近い将来我々の制圧勢力圏内に入ってくるかなというふうには思います。まあ、常陽の攻略は任せちゃっていいかな。はい、では今回はここまでにさせていただいてですね、そうか、武漢ってもうさ、実質無力化された状態だよね。イゼルロン要塞もね、ちょっといきなり話が突飛な方向に行っちゃいますけど、イゼルロン回廊のね、両端を同じ勢力が握った時点で、イゼルロン要塞が無力化されたのと同じで、武漢に3万の軍勢入ってますけど、燕と長安両方を抑えている以上、武漢はね、もう何もできないですよね。それなりの兵力さえ、燕と長安に置いておけば、武漢からは何もできない。しかも武漢では、歩兵したりとかっていうのもできませんからね、自利品になる状態にできるかなとは思います。まぁ、ちょっとこのあたりはね、また見極めていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。